世界で一番操作性が悪いゲームやってみます。なんかね、もう普通だったら操作方法とか書いてあるはずなんだけど、もう操作性とか関係なく、そもそも操作方法書いてないのよ、このゲーム。一つだけ書かれてんのが、あなたなら説明しなくてもわかると信じています、なんだよね。いや、わかんないよ。わかるわけないや。じゃ、もう行きますね。まあ、多分始めた時に、なんかこういうゲームってさ、なんかあの操作方法パーンって出てくると思うんだよね。じゃなかったらもう操作性悪いとか嘘のうんぬんじゃねえから、まず行きます。もしもし。あ？これもしかしてあれかな、クリックしない、これクリック したから俺今流れたけど、最初からこれなんか流れてたんかな。じゃあいきますよ、もう一回押すよ。なぜクリックをするんだよ。いや、始まれやさっさと。スタートを押すんだよ。いや、押してるやん。最高のゲームの始まりにふさわしいようにね。最高のゲームだったらもう始まってんだよ。わからないのか。いや、黙れ。SとキーとAとRとキーを押すんだ。あー、なぜこんなことをするのか。もういいって。やはりプレイヤーには特別なゲーム体験をしてほしいからね。いや、お前誰だよ。 S から押せばいいの。わからないのか。押してるやん。 S とキーとAとRとキー。いや、押してるやん。はい。わからないのか。こう。S とキーとAとRと押してるやん。 S と T と S と T 押してるやん。 S とキーとAとRとキーを押すんだ。 S でしょ。 S。 わからないのか。いや、押してるやん。こっちか。 S とキーとAとRとキーを押すんだ。 S、 S、 S。 わからないのか。だから S とキーとAとRとキーを押すんだ。S と T、 あ、そう、キーボードか。 S と T と ART。 あ、長押しかい。ゲームの自由度は高ければ高いほど良い。え、関節を自由に動かせるという最高のゲーム体験を用意した。1と2、1と2でいける。 Z キーで左の膝を時計回り、うるせえ。 X キーで反時計回り、もう俺1と2がいつかねえから。 A キーで左の足の根元を時計回り、S キーで半時計回り。 R って何、リセットかこれ。いや、すまない、うん、左の足っていうのはつまりこっちから見て左だから右足か。10キーで右の膝、右腕だけでいける。左足の膝を時計回りだ。わかってる、もうお前この10キーじゃないぞ。わかってる。10キーのことだ。うるせえマジで。もうこれだけでいけるから。1と2だけでいけるから。9キーじゃないぞ。9キーは9キーで役割がある。これ設定ボタンないね。ああ。9キーでは左肩を半時計回りに動かせる。BGM ちょっと上げていい？しこれ、しこれ。という最高のゲーム体験を用意した。こう、こう。Z キーで左の膝を時計回り。いいよ。X キーで半時計回り。これだけでいける？これだけでいけるぞ。A キーで左の足の根元を時計回り。よし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 。S キーで半時計回り。おめでとう。進むを押して次のステージ。最速タイムだからいいって。なんでセーブ消去あんの？普通セーブするでしょ。ねえ、一個しめて。BGM うるさ。セーブ消去って何？まあ、それは消去だよね。これもう一回最初からってこと？やり込みゲーマーに寄り添う開発者でありたい。ゲームの自由度は高ければ高いほど。まあでもこのステージぶっちゃけ簡単なのよ。関節を自由に動かせる。1長押ししとけば。という最高のゲーム体験を用意して。え、これめっちゃ早くない？3秒くらいじゃない？左の膝をおめでとう。7秒かかってるわ。進むを押して次のステージ。なんでセーブ消去なの？ゲームの自由度は高ければ高いほど良い。え、戻るって何？関節を自由に動かせる。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これなんかあれか、あれか、なんかあるなこれ。どこ行くん？え、ちょこっちこっちこっち。すごいな、お前すごくない？動き。急にどうしたの？時計回り。え、待って。おめでとう。これは。進むをして次のステージに挑もう。進むか。進む？あ、え、ここじゃないの？バツ？は！意地悪だな。ゲームオーバーは最高のスパイス。おう、R。プレイヤーにはたくさんゲームオーバーを体験してほしい。まあまあ、いやでもそんなゲームオーバーなんないから。苦労すればするほど、待って。クリア時に達成感が得られるからね。まず転ぼう。転んでからの腕ギュンでいけるから、このゲーム。ただ、待って。あ、ん？これトゲ当たったらやばいんじゃないの？あれ、普通にいけるけど。BGM 腹立つ。で、あと、なんとか立って、オッケー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 。完璧完璧。マーケティングはユーザーのインサイトに答えなくてはならない。やめろおい。なんだこれ。ターゲティングを考えず無理に CTR を上げても意味がない。ちょっと、あの、消すよ。それこそがマネタイズにはマストな一周である。スチームのポリリリズムっていう。
どうでもいいって。どうでもいい。え、これ×押して、これここか、違うやん、ポリリズムいいのよ普通。あ、ここにあるやん×で進めばいいんだよね。極めて高い自由度のキャラメイクを用意してみた。保存せずに進む。全6兆デフォルトキャラクターのデザインがお好みなのか。何言ってんのお前。ならばじっくり見るといい。いいよ、画面いっぱいに映してあげよう。ふざけんなよお前、なんも見えんやんけ。まず足で、足動かして転んで、で、あと手これ。これだけで進めるから。ほら、ほら、すごい。都合よくジャンプしたから。ちょっと頑張って。え、逆。そう。もう、なんか、うん。ちゃんと操作性が終わってるわ。で、あの、チュートリアルの説明はもう見れないんじゃねえのこれ。あともう、自分で思い出しながら行けってことでしょ。もう戻ってる。全然もう画面が近いとかうんぬん関係なしで普通に進めない。あ、いいよ。よし。で、もう一個の腕、もう一個の腕ってどこだっけ。ちょっと待って。いいよ。で、違う、もういや、だるすっごいだる。あー、でもいいよ、このままいけ、このまま。ちょ、この腕がね、意外、じゃあ、もう、そこ飛び込んで、むしろ、一回やり直そう。デフォルトキャラクターのデザインがお好みだ。いいってお前、お前なんでそのズームすんねん。ならばじっくり見るといい。で、このまま、画面いっぱいに映してあげよう。こう。ちょっとでも進むならいい。オッケー。来てる。お、いいよ。ナイス。あ、これ本当に進むか、おい。このまま何もなく進むことある？人数を増やしてゲームをクリアする。ん？矢印で再び失敗した。これ広告のやつやん。難しすぎる。あなたは完全にクリアできる。何これ、アプリをダウンロード。時間が早いけど。足していけばいいの？割る 3？ あ、まあしょうがないか。プラス3、マイナス1。で、8なるしょ？ 0、あ、ま、0助産を検知しました。深刻なエラーから回復できませんっけ。なんだ、なんで戻ってきた。数ゲームの自由度が高ければ高いほどよ。関節を自由に動かせるという最高のゲーム体験を用意した。おい、しっかりクソゲーじゃねえかこれ。Xキーで左の膝を時計回り、X キーでハート計回り。クソゲーやぞこれ。バツでこれでしょ。ゲームオーバーは最高のスパイス。いや、ここなんか一発でいったけど、プレイヤー偶然なんかな。ゲームオーバーを体験してほしい。で、このままこうで、苦労すればするほど、いやいや、達成感が得られる。うまいとかじゃないもんね、ぶっちゃけ。俺たださ、1押してるだけだからね。で、広告でしょ。マーケティングはユーザーのインサイトに答えなくてはならない。消して進む。極めて高い自由度で、こんな意味ねえからこのままよ。で、これは、O ボタンで一回足曲げるのよ。で、このままあとこう。画面いっぱいに映してあげよう。こう。腕！左腕のボタンどこかわからん。ほ、ん、いいよ、なんか、あ、いいよ、まとまった。まとまったって何？あ、いいよ、いいよ。で、やばい、腕曲がっちゃった。どうやって伸ばすの腕。腕の伸ばし方わかんない。あ、来た。このままそう。逆。で、こう。あ、いいよ。そう。そう。ちょ、腕がね、邪魔なの、これ。ここら辺。登って。いや、なんかいけそうだよ。そのまま。そう。そう。来た。で、待って。あの、広告でよく流れるステージは、マイナス0、0より下行ったらダメってことだよね。人数を増やしてゲームをクリアする。まず、2。再び失敗した。2プラス1。あ、難しすぎる。オッケー。あなたは完全にクリアです。え、これ待って、変わってるこれ。問題変わってないよね。アプリのダウンロード。で、8でしょ？で、割る3。で、マイナス1。割る1。で、かける2。どうすんの？人数を増やしてゲームをクリア。あ、そっか、やり直せるか。ゼロになんなきゃいけんだもんね。普通にゲームオーバーになれば、別に大丈夫ってことだよね。
あなたは完全にクリアできる。この時間何なの？アプリをダウンロード。3210。待って、で罰だ。はい、なるほどね。ゲームにとってグラフィックは入り口だ。うん、グラフィックの時点で注目を引けないゲームは土俵にすら上がれない。足転ばして、だから思いつく限り全てのエフェクトを入れてみ君の土俵に立てたのなら幸いだ。一回転ぶのよ、まずね。これはもう分かったから、これ歩く、このままこのままこう立てる、立てるか、よし、いいよ。これ足パタ戦法。あ、違う、これ手上げよう、手上げて、BGM しっかりやるとさ、俺グラフィックの時点で注目を引けないゲームは土俵にすら上がれない。お前それは違うけど、思いつく限り全ての普通にグラフィックとかの別にそんな綺麗じゃなくておもろいゲームなんていっぱいある。危ない、ちょっと待って、このステージはむずいぞ。ジャンプねえよ、ジャンプ。入り口だ。もう一回いくよ。まず、O と I キーでやつ違う。L と Q か。L と K で足を動かしてからの、いいよ。このままジャンプしてくればいいんだよね。ゲームにとってグラフィックは入り口だ。ここちょっと難関だぞ。グラフィックの時点で注目を引けないゲームは土俵にすら上がれない。ちょっと待って、でもワンチャンいける。でこれ見てる人たちも俺全然見えないよね。エフェクトを入れてみた。こう。で、腕を回す。そう。ゲームにとってグラフィックは入り口だ。グラフィックの時点で注目を引けないゲームは土俵にすら上がれない。マジでやってみてほしい。だから思いつく限り、ぶん殴りたくなる。この喋ってるやつを。ね、誰が喋ってるのか知らねえけど、ぶん殴りたくなる。このままそう。いや、さっきめっちゃ順調だったのにな。そう。で、足で蹴ろってそこ。蹴っていく。すごいじゃん、お前。もうちょいなのよ。そう。で、その角を蹴ると、ピョンっていくでしょ、多分。まあ、これ数打ち当たる戦法かもしれない。こうでしょ。グラフィックの時点で注目を引けないゲームは土俵にすら上がれない。お前頑張れ。おっと。ブレイクダンスしてる。ブレイクダンス。足逆使え。両方。両方使ってブレイクダンスして。で、1で、ちょ、そっちじゃない。いいよ。そうそう。ゲームにとってグラフィックは入り口だ。いける。ブレイクダウン戦法いける。ブレイクダウン。ブレイキングダウン格闘技や。だから思いついたりすべてのエフェクト。ジャンプ。そう。で、そのままの勢いで、運よく地面をそっちに蹴れって。なあ。そう。そうって。全然うまくいってないんだよ。手が邪魔。手邪魔だから、足だけで行く。足だけで行くよ、頑張ろう。そう！お前すごいぞ！こう。で、そう！あっつ！ああしゃ！は？どうやら色を変えればいいというわけではないらしい。お前何言ってんだよ。なあ、これまた罰だろ。いや、同じパターン来るか？まあ、罰か。ポストをしてくれてありがとう。ポスト？あ、X ボタンだって。X ボタン。ん？戻るじゃないよな。戻るってやったら本当に戻りそうだし。ああ、本当は X や、よく見たら。細いもんね、こっち側だけ。だからね、どうでもいいのよ、そんな。ちょっと待って。え、どこだ？あれ？ちょっと思うにプレイヤーが自由に動かせるのが両手両足では足りないのではないか。ブレイクダウン戦法。人間に最も重要な器官といったら心臓だろう。あ、わかった。スペースキーを押しながらってこと？そのままそっちのとこまで行かなきゃいけないってこと？BGM とかは用意してない。リズムゲーをしながらってことか。はい。いいよ。はい。オッケー。はい。で、はい。いいよ。このまま。はい。ちょっと、進むタイミングが。はい。いいよ。はい。危な！はい。オッケー。入れって。はい。入れって、お前。入れって、早く。戻るな！
ミスって何？大丈夫？ミスは大丈夫なのか？はい。ちょっと手邪魔。手が手しまって。はい。ミスなの？よし。ちょ、お前、何があった？何があったお前に？なあ、お前引きちぎるぞ。ちょ、いや、やばいよこれ。ありえんぐらいむずい。はい。あ、そう、ブレイキングダウン、ブレイクダウン戦法。頼む。はい。むっちむずすぎる激むずいってちょっと待って手だけでいけない手だいけってそのままそう地道でいいから全然地道でいいそれでそのままストンって入って穴の中にいいよちゃんと言ってるよしは言ってるよねいやこれ腕のあれでいや戻るなちょっと腕なんか縮めれないうるせえあそうそんくらいでなんで伸びたのまた何これ動かせるのが両手両足では足りないのではないか人間に最も重要な器官といったら心臓だろう来てるよ蹴れ蹴れここからはリズムに合わせてスペースキーを押してもらおうそうリズムに合わせる BGM とかを用意してないのが世界のよっしゃ3回目でいけたん人工音声だ魚サメ魚でしょこれ鱗やんえ鱗やんこれでしょこれえ何これ見たことないんだけどこれこうじゃねえ10点え9点え、ちょっと待って。どういうこと？ん？あなたはロボットです。言語で使われた漢字？え？言語で使われた漢字？待て。こういう時に忘れるんだよ。え？わからん。こういう時って全部忘れない？ねえ。こう。え？言語また？例は、こう。はは、ええ？見たことねえんだけど、こんな感じ。これありそう。これもありそう。むずすぎる。むずいよ。小学生で習う感じ？忙しい、基地、鉄、禁止、歴、敵、稲、ついに、いや、か、はい、猿、え、こう。こんだけちょっと俺も原稿かわからん。結構うるせえなこいつらお前言う以外なんじゃね違うか書くなんてないっしょこれもないかっきたサバサバうんでここでしょここはいこれ、いや、これ、こう。早く終わって。わかんない。何にもわかんない。ここ。来た、小学生で習う漢字。めっちゃ少ないよね、多分。侵入、乱れる、借りる。10点って何？え？ちょっと待って、これ一回押し？9点？え？奥？いや、案外覚えるのか？ここ、いや、痴漢の地って覚えるか？覚えなそうやな。善、犯す、こう。この4つ？大陸覚えるなら、
ここら辺覚えろよねえ覚えてよ、ここ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 、あとはえこれじゃない？え10点って何なの？1,2,3 え12 10点って何？違いが10個あるってこと？そうなのか？は？うん、10個正解があるってこと？ちょっと待てよ、ここ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 はい8点、1,2,3,4,5 ここここここ、え ?1,2,3 え ?9 点、何9点って、違いがこうか、くぅ、私の幼い日の記憶にはぽっかりと開いた空洞があった。調べた、何かがずっと何か重要なものを失っている気がした。何？何？ちょっと待って。どうだ、やっぱりホラー展開はウケるだろう。ウケねえ。とっておきの演出として大きい音を出してみた、うん、私の幼い日の記憶にはぽっかりと開いた空洞があった。急にホラーゲームなのか。何かが、違う、こいつから逃げろってこと？失っている気がした。逃げろ、いいよ、ある日、いいよ、あ、これいいムーブ来てる。戻るな、戻るな、先に行け。私にだけこんなことが起こる。そう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 、行け。どうしてあなたは生まれてきてしまったの？なんだこれ、どうでもいいのよホラーとか。さっきのあの言語を調べてる時間が一番地獄だった俺。あれが一番ホラーだわ。 100% カットしなきゃいけないんだから。へよへえ、大丈夫、ちょっとだんだん距離縮まってるかもしれないけど、ギリギリ間に合いそうな気がする。頼む頼む頼む、このまま行ってくれ。このびっくりマークのこの標識から来ないでくれ。来るな、来るな、来ないでくれ頼む頼む、急げ急いでくれ。そうだ、そい、もうダメだ、くそ、どうする、どの体勢でならいける。そうそうそう、違う違うのよ、違うやろ、もう怖さとかねえからこっち。腕を、あ、これ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 で、これ逆逆逆逆で、タケコプター理論、タケコプター理論、そっちじゃない、そっちじゃないこう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 、そうそう、でこう全然わかんない、もう誰か助けてくれ。もうガチャプレイか、ガチャプレイ理論いく、こっちか、でこう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 、どうだ、やっぱりほら、私、うるさいなお前、俺真面目やってんの。あっ、あっ、何かがずっと何か重要なものを失っている気がする。そう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 、である日私は母親の日記を見つけた。こうこうこう。どうして私にだけこんなことが起こるのだろう。わあ！あ、もうお前、お前。あ、おっと。そう。そう。そうって。何のそうな。俺は俺で、何に対してのそうって言ってんの。ぽっかりと開いた空洞があった。で、こう。こうこうこう。何かが。そしてこう。こうこう。もうどのボタンがさ、そっちなのかわかんないの、こっち。よし。で、じゃあ誰か助けて。もうやだ。原稿のところ全部ノーカットでいい？ね。俺どんだけ地獄見つか、ゴキブリ理論、このゴキブリジャンプ理論、へよ、もうあいつ見えねえもん、何してんだお前、違うやろ、なんだそのダンス、違うせっ、なんかいけそうだった今、こうブレイクダンス理論、ブレイクダンス理論、違うお前さ、なんなんお前マジで、ちょ、ぶっ壊してマジこのモニターねえ、あ、待って、あ、これ、あのね、世界一操作がむずいとかじゃねえんだ今、あの一番イライラしたマジ言語ね、言語ガチで腹立ったから、あの
あのね、調べたのよ、サイトでね、普通にググったの。言語ってそんなあったっけと思ったら、あのね、信じられない量があった。ある日、私は逆にない方を探すのが早いなったわ。この楽って感じ本当にないかなと思ってずっと探してたもんね。それにあの30分くらいかかったからね。頼む、ええよ、変われ、進化しろ、お前は。そう、俺ね、基本、俺ってね、あの、イライラしても、ダイパンとかしないんだよ、普通ね。ダイパン嫌いなタイプなんで、ダイパンとかしないんだけど、あの、今ね、ここに、俺の目の前に、なんか視聴者がいたら、あの、多分視聴者って多分許してくれるだろうから、その時はね、多分あの、逆に反対アンチ化すると思うんだけど、一回ぶん殴りたい。視聴者に当たりたい。視聴者当たり理論。視聴者当たり理論でいける。なんだお前その移動の仕方。いや、こっからだよ、こいつ。こっから俺に抗おうとしてさ、その穴に行こうとしてくんねえんだけど。おい、お前、ぶん殴っていいか？なあ、お前、ほんとにぶん殴っていい？あ、待って、こいつ、ガチであれだわ。ちょっとなんか、こう、なんかさ、あれできない？キャラメイク移行しよう。極めて高い自由度のキャラメイクを用意してみた。これペンでさ、全6兆と1000億の組み合わせが楽しめるぞ。書けるの？これで主人公が1キャラのゲームとして、そういうこと？6兆5000億倍の面白さを担保できると言っても過言ではない。いいね。いいよ。線の太さ。あ、なんだ、そういうことなのか。絵を全消し。で、線の太さで、この、あれ？あ、そっか。で、ペンにして、俺っぽい顔にしよう。私の幼い日の記憶にはぽっかりと開いた空洞が。これいける、もう俺だから、これ何かが、これほぼ俺、何か重要なものを失っている気がしたのだ。バカかよ。そうだ、やっぱりホラー。私の幼い日の記憶にはぽっかりと開いた空洞が。ほんと頼む、そっちに行かないで。そっちじゃないの。ねえ、お前なんでそっち側行くとき死ぬほど早いのにさ、そっち側、もう左側には行けないの。ねえ、ちょ、頑張れ、頑張れって。あ、ムカつか、マジで。こいつこの顔だってからさらにムカつくんだけど。ねえ、もうほんと頼むって。そっちじゃねえから、ほんと。え、待って、あ、俺ほんと久々にゲーム実況でぶっかついてるかもしんない、マジで。ちょ、こう、頑張れや、お前。待て、これかも。これだな。待て、ボタン覚えとこう。ボタン覚えとこう。はい、はい、これ来てる、これ、絶対にこれ。はっ、お前、減速すんなや。いや、俺諦めないよ。ぽっかりと開いた空洞があった。マジでこれでいける。何かが、ずっと何か重要なものを失っている気がしたのだ。逆、こうだ。ある日、私は母親の日記を見つけた。どうして私にだけこんなことが起こるのだろう。いいよ。どうしてあなたは生まれてきてしまったの。そのまま行って、ね、もうちょいだから。ごめんなさい。何してんだよ。ごめんなさいって、お前も何してんの。何があったの、お前に。違うって。やばい。でもマジワンチャン、これかも。違う、全然違う。ああ、もう本当にやばいわ。珍しいよ、本当に。クソイララしてんの。ねえ、もうお願い、マジで。ねえ、俺もう言語終わったらさ、結構スムーズにいけんじゃねえかなって思ってたの。全然そんなことない。あいつどうやってそんなすごくうまく歩けてんのよな。はぁ、ちょっと待って、もう操作方法がさ、ちゃんと分かりゃいいのよ。もう分かんねえもん、こっち。ねえ、もう。あぁ、はぁ、いけ、おめでとう。進むを押して次のステージに挑もう。え？出た、この誰も読まないやつ。誰も読まないよね、これ。あの、アプリとかでさ、新しく始めようと思ったアプリ、これ読む人いる？え？本サービスは QWOP のパクリであるという本質をついたけどな。
知ってるぞ。あの、何やっけ、なんかあの、競争のゲームのあれよね。キャラメイク作るならやり直させろという。全部許してください。進むでしょ？これで、いや、この文字の中にあるんだな。多分、これ同意したら多分ダメだと思う。どっかにあるはず、進むっていう文字が。あ、進行、あった。え？いいのか？これ同意して。え、待って、めっちゃ慎重にやろう。これずらせるわけでもないよね。次ここか？違うか？うん。進む。進むって文字あったけどね。関係なかったから。同意していいのか？いや、ちゃんと探そう。ちゃんと探した上で、大丈夫なら動揺する。ん？これか！君はすでに達人の域だな。もう操作性に関しても全て掴んだだろう。ちょっと待てよ。ひたすら右から流れてくるお手本とポーズを合わせてみろ。嘘でしょ？目標は10点だ。え？嘘でしょ？いや、無理。どこで腕曲げんのか分かんないもん。よし。で、こう。あ、ん？どこのボタンこれ？これそれどこのボタン？あ、来た。ちょっと待って。え？で、どこ？あった。あ、やばい。おーちゃん。むずすぎる。君はすでに達人の域だな。もう操作性に関しても全て掴んだだろう。ひたすら右から流れてくるお手本とポーズを合わせてみろ。ボタン多すぎる。目標は10点だ。で、こう。で、ちゃ、関節曲げんな。こう。で、こうして、違うって違う、どこだっけ腕来た。あ、違う。え来た。え、なんか、え、何2個。えちょっと待って。はむずすぎるって。ギリ。で、こう。で、こう。はっ！いいよ。で、ゴーシュ！もう終われ！頼む！ここまで来て！え、足？いいよ。伸ばす。こんなん喋ってる暇ね。よし。近っ。で、よし。ジャンプをしてゲームクリア。おい待て。ああ、ここではリトライ禁止にしている。おい嘘やろ。失敗したら何もかもが台無しだが、ゴールは目の前だぞ。俺これで、お前これ、俺ここ落ちたら絶対やめるから、もう絶対やら。頼む、こんなん。え、やばい、お前やめろよ、頼むよ。お前マジで、お前落ちたらもう分かってるよな。頼むぞ。ちょっと、こう行く？ちょ、お前やめろ！最後のステージの一個前で、
やっとなんか関節の動かし方分かったけどけどよ、ちょっと待って、こうあ、じゃあ、こうか、これじゃあ、そのままジャンプ、そのままジャンプでいって、そう、ちょっと待って、お前セーブ絶対すんだよ、絶対セーブ削除すんだよ、こう、エイキからね。よし、ショップね。おめでとう。おめでとう。来た。最後のステージだ。あとは簡単なジャンプをしてゲームクリアだ。ちょっともう2回目でこれでミスったらもう本当クリアとかせずに俺もう普通にもう心折れるからもうやめるわ。クリアできなかったらクリアできなかったで。ゴールは目の前だぞ。行きます。行きますよ。で、こうで、ちょっと待って、落ち着け。これで俺失敗してもやめる、マジで。一回待て、一回落ち着こう。手震えてっから今、俺マジで。ガチだから。スーパーマジだから今。こう。あ、違う、こう。こう。あ、違う、こう。もうぐっちゃぐちゃやん。こう。いや、でもこれ絶対ダメだよ。絶対ダメ。